こんにちは、移動のおじさんハンサムハンジです、今日ちょっとお便りを紹介します。神奈川県の、ね、N さん、10年近くウクレレを習ってましたね。そこそこ上手くなって簡単なジェイク島袋っぽいのなら弾けました。でも習ったところを抑えて弾いとるだけで自分で何をしているのか分かりませんでした、ね、だから好きな曲があってもそれを弾いてみたくても分からないし、アレンジしたくても分からない。じゃあ何のために10年以上もウクレレをやっていたのか、ね、そういう、ね、思いに駆られて3年前ぐらいにウクレレをやめてしまいましたと、ね、でもやっぱりウクレレが好き、音楽が好きだからもう一回やりたいというね、そういう熱いメッセージをねいただきましたね。で、全国でウクレレを習っている人のほとんどが課題曲があってそれを弾けるようになっておしまいなのでしょう。そんな私みたいな人に本当の音楽の楽しさが分かる可能性が少しでもあるのならもう一度頑張っています。以上、決意表明的なファンレターでした、というね、ものすごい嬉しいメッセージをね、いただきました。N さん、本当にありがとう。すごい、励みになりますね。わしもね、こういうマニアックな、移動音とかをばっかり言ってると、そんなね、例えば再生数もいかないし、途中で別に、これみんなに教えなくてもいいんじゃないかなっていう思いにたまに落ちるんですよ。ね。自分が分かってればいいじゃないですか。ね。音楽を生み出すのは仕事で、ね、パフォーマンスの仕事だから、自分が音楽を教えることっていうのは、まあ、趣味であったり、なんか、勝手な使命感だから、別に途中でやめちゃっても構わないんだよね。でも、やっぱね、伝えたいんですよ。なんでかっていうと、私自身が音楽を急にね、分かるようになったんですよ。もともと、私はまあ一応プロのミュージシャンで、ね、ナルト疾風伝とか、まあ、グリコ・カフェオレとか、そういうタイアップソングとかもまあ手掛けてね、作詞作曲したり、プロデュースしたり、今も、若菜泉とか、そういろんなアーティスト、若手アーティストのプロデュースとかやってます。でも実を言うと、私は40歳超えるまで、全く音楽の分かんなかったの。ただ、鼻歌で、ふふふふふって作ってただけなんですよ。ね、それが、急に、音楽が分かるようになった。そのきっかけが、移動音なんですよね。だから、そういうね、全国のウクレレの人、特にウクレレの人っていうのは、うまいんだよ。俺より全然うまいから、みんな。でも、ただ弾けるだけの人が多くて。で、ただ弾けるだけでもいい、それで楽しいっていう人だったら、それで全然いいんだよね。音楽に正解ないから、このやってることが楽しければそれでいいんですよ。でも、これだけじゃ、ちょっと、物足りない。そういうふうに思い出した人、ね。じゃあ、何をしていいのか、わかんない。時に、ぜひ、わしの炎上ジャズシリーズを読んでほしいです。ね。だって、わしが、そういう人だったから、数年前までね。全く、ウクレだって、ただもうシギとジギと F と、ね、Am を覚えて、ブワーって弾くだけで、曲作ってましたよ。ね。で、ギターだそうだし、ちょっと待って、パンコちゃん、何ですかね。で、そういう、わしみたいなやつでも、音楽の仕組みが分かっちゃった、その理由が、移動度なんです。だから、もうね、そういう方はぜひ、移動度のことを一回真剣にやってほしい。ね。で、なので、そういう思いから、ウクレとギター関係なく、もう原点に戻ろうと思って出したのがこの炎上ジャズ移動度という、移動度についてとことん語った、そういうものです。音楽が仕組みがわからない人の一番の理由が、音程とか温度、度数のこと、インターバルと言われるものを理解してないんですよね。その音程って何か、よく歌手音程いいよねって言うと、なんかただ歌が上手いだけっていう音程で使い方するけど、音程っていうのは音の程だから、二つの音の距離感なんだよね。ね、度数もそうだし、温度、あとインターバル。英語で言うとインターバルで。で、インターバルっていうのは、ね、間隔を空けるとか、そういう意味じゃん。だから、インターバル、音程っていうのは、音の間隔なんですよ。音の間。ここの音に対する、フレット何個分空いてるかってこと。もうね、ギターとウクレレだったら、フレット何個分でいいから。ね。だから、その移動度というのは、どこでもいいから、ドと決めます。どこでもいいです。じゃあ、ここをドにします。ここをドにします。ここをドにしました。ド、ド。ド、ドね。ここをドとした場合に、フレット2つずれたところが、レなんですよ。フレット2つ分。これがレです。さらに、フレット2つずらすと、ミなんです。で、ミの1個隣。ファなんです。ファの二個となりソなんですっていう風に、音程インターバルっていうのは決まってるんですよ。これをインターバルとか音程とか度数って言います。
よくさ、1度、2度、3度っていう、あの、軌道だろうな。ね。まあ、ドっていうのは1度。1度というのは、基準の音そのものです。これ1度。つまりドですよ。1度はドなんです。で、2度っていうのはレのことです。レは、ドから2つ隣。3度はミです。ね。レから、あの、レから2つ隣。ドから言うと、1、2、3、4つ隣をミと言うんですよ。3度。3度の隣を4度ファって言うんだよね。だから、ド、レ、ミ、ファって聞こえるら。っていうふうに、移動度っていうのは、どこでもいいか、どこかをドと決めたときに、そこからの音程に対するニックネームなんですよね。ね。どっからでも、ね。こっからでもそうだし、例えば、ここからでも、ね。ここを、じゃあこれを、ドー、ドーとすると、二つ隣、レーじゃん。また二つ隣、ミー、ファー、ソー、ラーっていう風に、必ず決まってんの。どこでもいいの。ドは。だから、移動ドって言うんですね。どこでもいいか、どこかをドと決めたら、必ず二つ隣がレなんですよ。ね、どこでもそうなんです。だから、移動ドって言える。この、どこでもいいって言ったけど、それは例えばね、A のコードって言われた場合にね、A のコード。A のコードを考えるときに、A をドと考えるのまずね。そうすると、A をドとすると、レは何の音だっていうことは、まあ、実際と B なんだけど、そんなかん、あの、考えるとややこしいから、例えば、これが A なんですね。これ A。なんかこれはチューナーで調べれば、どこに A があるかあるじゃん。どこに A があるかって。チューナーで A を探して、そこから、ドレミファーっていうのが決まってます。だから、チューナーで A を探して、そこから、その A をドとして、ミを探す。ドレミ。これがミですよ。だから、ドミソを重ねると、メジャーコードっていうのが決まってるんですよ。で、マイナーコードっていうのは、ドの次が、ミじゃなくてね、ミのね、半音下。これがミね。これがミのフラット。だから、ド、マー、ド、マーっていうより俺がドマーっていうさ、ド、マーっていうマイナーっぽい音しない？ド、ミーって明るいけど、ド、マーって急にさ、マイナー感出るじゃん。この感じ。だから、マイナーコードっていうのは、A マイナーっていうのは、チューナーで探した A から、まーを入れて、最後はソは一緒。ソは一緒。ド、マ、ソーがマイナーコード。メジャーはド、ミ、ソーがメジャーコードです。っていう風に、全部基準となる音、アルファベット。A のコードだったら、A をドとする。そこからのドレミファソラシドは今みたいに、必ず同じ。2個隣がレ、さらに2個隣がミっていう感じで。弦を1本でやると、ドー、ミー、ソーって大変じゃん。いっぱい動くじゃん。でも、ギターとウクレレは弦がいっぱいあるから、違う弦使えば近くにあるんですよ。ね。ただ、ドー、ミー、ソーってほとんど移動しなくても、ドミソが弾けるんですよね。で、このドミソを重ねればメジャーコードっていう風に、全部、すべてのコードはこうできてんの。どんな複雑なコードも、F シャープ、マイナーセブン、フラットフィフスって嫌じゃん。でも、F シャープを探して、ね、マイナーセブンってことはマイナーだから、マが入りますよ。ミのフラットね。で、フラットフィフスって言うんだから、ね、フラットフィフスって5じゃん。だから、ドレミファソで、5番目の音、ソを半音下げたフラットさせる。が入れればいいんですよ。っていう風に、シンプルに考えれます。ね。だから、ほんとね、N さんみたいな、全国のね、これから何をしていいか分かんない人っていうのは、まず、ドレミアソラシドっていうのはどう弾けるんだろう。移動度でね、移動度。この音程を考える。すべてこの音程をもとに音楽が作られててね。だから、それを名前付けちゃうの。ドとソの音程って。それそうすると、歌えちゃうんだよね。ドから、レー、ミ、ファ、ソだから、7つ隣の音をソって呼ぶんだけど、7つ隣の音って嫌じゃんなんか。だからそれを、ソって覚えちゃえば、簡単に、ドソファ、マドセド、みたいな感じで、今のは、ドと、
あのどから7つ隣の音ソを弾いて、どから考えて5つ隣の音ファを弾いて、どから考えて3つ隣の音マを弾いてっていうこと、ややこしいけど、それを指で覚えちゃえば、指と音で覚えちゃえば、ドソファマドセドって感じで、これはエレベーターからのあの歌のメロディーはドソファマドセドっていう風に覚えれちゃうんですよ。覚えちゃう、音で覚えちゃうと、ギターって決まってるから、場所がここを音を決めたら必ずソはここにいますよって決まってるんですよ。だから歌えたもの、聞こえたものがそのまま弾けちゃうっていう、これが移動度なんです。ちょうど今日は移動度っていうのはズバリ言えばインターバルなんです、ね、ジャズミュージシャン必ず使います、ね、ロックでもね、ギタリストは必ず言います、アドリブやる人全体言います、インターバル大事って。この音を基準としてあの音はマイナーを決める音なんだとかさ、ブルージーな音なんだっていうの必ず決まってるんですよ、ね、単7度っていうのは、ね、あの C のフラット、どっから考えた C のフラットを弾くと、まあそれが単7度とかね、マイナーセブンスっていう、あのフラットセブンスって言うんだけど、それを音を鳴らすとやっぱりブルージーなんだよ。 でもそれを移動度で言えばドとセで、これを移動度のメロディーとしてね覚えちゃえば、ドンマーソリファセーマミドーっていう変なメロディー、ドンマードンマーっていうドからマイナーの音、ドンマーソリファセー、セはセブンス音、マミドーで、しかもマミーっていうのはすごいブルージーなね、あのマイナーの音からメジャーのミを置いて、マミドーっていう、このメロディーを今勝手に頭で浮かべたメロディーを弾くと、ドンマーだから、ドドド見つけた、ドンマーソリファセーマミドーって感じで、ここはどうだったら、マはここなんですよ、でソはここなんですよ、ソリファなんだよ、でセブンスはセーなんだよ、でマミドーって決まってるから、こうやって頭に浮かんだアドリブのメロディーとかね、あとはあの普通に聞いたメロディーが移動音で聞こえてくると、今みたいにドを探してね、ドマソリファセマミドっていうのすぐ弾けるんだよ。でもしかもこれは移動音っていうのはどこでも移動してもいいから、キーを変えれるの勝手に、同じ指でね、例えばキーを変えてここをドにします、そうすると今はここから 1,2,3,4 つキーを上げた、カラオケで言うと4つプラスを押した状態、この状態でも同じようにドマソリファセマミドっていう風に同じメロディーが同じ指の形で、ただカラオケでプラスするのと同じ感覚で弾けちゃうんですよ。これが移動度の最高のポイントなんで、ぜひね、移動度感覚をまず身につけて、でエンジョイジャズウクレレとかエンジョイジャズギターっていうのはこの移動度をベースとして、あのギターとウクレレで音楽理論を語ってます。でもその前にこのエンジョイジャズ移動度っていうのがすごく大事かもしれないですね。これをやるとね、あの理論とか飛ばして今みたいにドンマーソリファセーマミドーっていうのが書いてあるの、ドンマーソリファセーマミドーって、これを弾き練習するの、ドンマーソリファセーマミドーみたいな感じでね、最初はドレミファミレドミファソラソファミから始まってね、今みたいなちょっとジャジーなブルージーのやつとかロックのやつとかね、いろんな曲メロディーがあの入ってます、100曲ぐらいね。だからね、これ本当ね、本当におすすめね。で最終章ではこれをコードでやります。コードで楽しいんだよね。ドシミララセレソドラレソドシミララセレソドファ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 ドドドドファ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 ソソソソドシミララセレソドラレソドシミララセレソドラレソド、このドラレソドがいわゆる何 ?1625 とかね、そういうね、あのいわゆるジャズによく使われるコード進行だったり、このレソドは251なんで、こうやってド
ラ、レ、ソが1と2、5、ね。レ、ソ、ドが2、5、1みたいな感じで、移動度で歌って覚えると、こういうね、コードのね、流れがね、聞くだけでね、わかるんですよ。これすんげえ大事でね。これいわゆる弱コードって言って、和紙的にはね。ドと、ミと、メジャーセブンス。おしゃれみたいな、そういうね、おしゃれコードなんだけど、最初はルートだけでいいから、ドシミララセレソドラレソドみたいな感じで、最初のルートだけを弾いて、徐々にコードを足していくと、音楽の仕組みがね、めちゃめちゃ分かってくるから。もうね、移動度、俺もう全て移動度で解決よね。コード進行までさ、移動度を取り入れちゃったから、これ多分ね、YouTube でも、コードのルートを移動度で歌うっていう、そういう、練習方法を推奨してる動画はなかったから、わし以外にね、ぜひ、試してください。ね、エンジョイジャズギター、エンジョイジャズウクレレと並行してやると、多分ほんと、数ヶ月でだいぶ変わるんじゃないかなと思ってます。ね、わしも変わったんで。ということでね、一応わしが証明ということで、ぜひ、移動度仲間、エンジョイジャズ移動度仲間、なりましょう。ちゅうわけで、移動度おじさん、ハンサムハンジとヤマハの LL26 カスタムでした。チャンネル登録、バチコーイ！バイバイ。